おっしゃでっけ違う場所で食ったし、しかもでかいし。はい、皆さんこんばんは、ブルーです。久々、約2ヶ月ぶりの釣りの投下となります。いつもね言ってるここでちょっと釣りをやってみようと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まず最初に使うのがデブスデサンダー4インチ、こちらでやっていきます。今ねちょっとねバスがねナビがいるんでね、ちょっと距離取ってこの手前ちょっとでかいここに、ね、これちょっと消えちゃってるけど反応するか、ああ反応しないのか、あ反応した、ちょっとここで大丈夫なんでしょうね、気がつきたくないな。栗のね周りが結構バスがねついてたんで、その周りを、狙っていきます。リアクションで来るかな、あ見てるね、一匹見たね、ただ反応がねちょっとうまい気がな、これでいけるか、やっぱりねちょっと動きに敏感だね、よくない動きしてんの、いたでかい、おそうそういいぞ、すか、うん、見た、一匹来た、見てみる、食えか、逃げた、いや一匹おるけどな、しないな、いたけど、おいるいる、まだ目の前、ここがね、とにかくしょ、おお、結構いいの、いや、あっきおいる、あっ、一気に来たよ、これどうす、お、見た、これ、あー、来たタイミングで見過ごしてんだ、すごい大量にバス来たね、うわ、これはいった、いや、まだいる、さあ、次こそどうだ、一気、ここへ、たくさんいるのに食わない、なんだここめっちゃ反応するけど、やっぱスローが釣りじゃないと分かんのか、リアクションでいいか、絶対いいけど食わないよ、
やっぱ住んでいいか。はい、ちょっとポイント移動してきました。で、ここでね、使うのはこちら。OSP ドライブクローラーの 4.5 息の、猫ゆえ、こちらでいきます。シリコンチューブは、4ミリを使用しております。で、ネイルシンカーが 1.8 グラム、これでいきます。それじゃあ、木の、折れてる木のあのあたりをちょっとね、キュッと、ここ、もらおうと思います。もうちょっと先だね。足りなかったら、どうだろう。ここ結構ね、冬場でも結構暖かいから結構いることね。まあね、枝が折れてあるところにちょっとね着水させて銀色にあって、お、食った今ね、お、食って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 、枝にねちょっと引っ掛けてトントンとさせるとね、あ、今なんか食ってた、いや違う、あ、違うわこれこれね結構枝銀色狙わないとね食わないかもしれない。ギリになってリアクションで壊す、どうだろうね、内側狙ってもいいけど、枝と俺の葉っぱがねある場所でもいいんだけど、反応あるんだけど、そこでやっちゃうとねリスク高いのよね、逃げないするリスクもあるし、かといってね手前に投げちゃうと魚釣れないし、そこ今難しさに当たらないます。やっぱりね手前ギリギリ狙われたら意味がないね、まっすぐな、ちょっと手前すぎたか、もうちょっと遠くください。これね寄ってきた時は一番いいんだけど、あ、なんか引っかかった何かわかんないけど、やっぱあの辺りが一番理想的にはいいからね、あそこで食ってくれたら一番いいんだけど、奥と、あー今食ったよ、くそ今ギルかな、うっそ、よし、まあいいところになってないけど、やっぱそだよ、お、食った、食った、やっぱりエラーがあってこっから先が、お、食った、お、食った、これを食った、魚、おっしゃ、お、これはいや久々、逆2ヶ月ぶり GoPro では2ヶ月ぶりに釣ったよ、よいしょよっしゃ久々役に関するボスです、よし、よかった、このまま動画が終わっちゃうかと思いましたが、まあちっちゃいですけど、はい、続きました、はい、ちょっとねヘルワー変えてゲリラマとパッとの山線香3機こちらでね、残りちょっとやっていこうと思います。まっすぐ待った時に、おっしゃ、くった、くった、でかい。おっしゃ、でっけ。
岩場所で食ったし、しかもでかいし。大丈夫かなこれでっけ。あー、これでかいわ。やばい。どこやばい。あ、やばい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 。頼むぜ。よし、よし、よし、オッケー。よし、おっと、危ない、足も危ない。慌てな、自分ここを落ち着かせろ。よし、よし、待て、よし、待て、よかった。ふぅ。着きました。よし。ほら。